今日はクッキングをします。ハロー、朝牛乳です。皆さん最近はどんな風に過ごしてます？私はね、もうね、このパソコン、iPad、スマホ、お、やべ、あ、やばいやばいやばい、個人情報流出。彼らたちとずっと目を合わせて生活してるわけ。もう本当に吸い込まれるんじゃないかって思っちゃって、今日とかも気分悪くなってきて、今日は気分転換にクッキングしようと思いまして、スイーツを作ります。今日はインスタに投稿を載せれるぐらい可愛い豚さんの饅頭を作ります。豚饅頭すごない？豚さん、これ真似したいと思ってんけど、レシピがなくて、ちょっと今回は自分でアレンジしながら作ってみようかなと思います。イエー。てか聞いてください、さっきの個人情報のやつ。ちょっと個人情報丸見えなんで隠させていただくと、昨日ね、来たんやけどね、これ中国語試験3級ゲットしました。もう昨日ほんまに嬉しかった。頑張ってればいいこと悪いんやなって思えた。毎朝毎朝中国語のレッスン勉強してよかった。もうちょっと頑張ろうって思えた。最近マジで心折れかけてたけど、パキン。今日はね、ちょっと私の最近の進捗情報みたいなのもみんなにシェアしながら作ろうかなって思います。インスタがさ、私全然投稿、前まではもう毎日ぐらいのレベルでさ投稿してたんだけどさ、今はさ、もう彼らとずっと向き合ってるから全然投稿できてなくって、うちが今一番欲しいものを言っていい？開発が必要なんですけど、ドローンが欲しいんだな。でも普通のドローンじゃなくって、もうこのぐらいのハリーポッターに出てくるさ、あれありやん、スポーツのやつ、こうやって離したらその火がいてくれて写真を撮ってくれるの、こうコーディネートの写真とか。それ、こういうことこそクラウドファンディングですか？どう？まあ、やらんけどさ、欲しいね。それがあったらもう私の投稿頻度鬼のように増える。誰か開発してください。パキン。それでは始めさせていただきます。今回使うのはじゃじゃーん、私の大好き白玉粉。白玉アーティストという肩書きがついたほど得意としてます。専門分野です。よし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 、やるべやるべやったるべ、きたぞきたぞ、あられちゃん。白玉粉は 80g。 わーすごい。こんなに入れちゃうわけ？それじゃあボウルにお砂糖と白玉粉。白玉粉いつも思うけど、マジで石灰石みたい。で、お水を入れます。混ぜます。ねるねるねるみたい、楽しい。私が行かせていただくわ。最近な、ほんまにな、ポピーのお店がさ3月の26にスタートすんねんけど、それの不安も結構でかいし、しかも今回のさポピーのお店が一から全部作る系やねんな。壁の木から全て、こう形から何もかもをデザインするっていうところやから、これ思ってる通りになるかなっていう不安がめっちゃ大きいからな。だから一個一個の決断するのもめちゃくちゃ緊張の疲れがあって、よし、じゃあこの色でいきます、この木でいきます、この向きでいきます。もうそれ一個一個がな、毎日がすごくドキドキです。めっちゃ楽しみやねんけどな、頑張らなきゃ。バキュン。なあ、私決めたことがあんねんけどな、私やっぱり自分のさ好きなさ色とか世界観をさ作るのがさ大好きで、ファッションもそうやけど空間だったりとかものづくりが大好きなわけ。動画もね。だからこの自分の大好きなポップな世界をどんどん大きくしていきたいなって、そして大きな街のようになれば幸せやなって思うから、たくさん私のこう感性とか世界観が好きって言ってくれる人と一緒に大きくしていきたいって思ってます。どんぐらいでいいんかな。綺麗、見て綺麗。わあ、子供の頃作ったフルーチェを思い出すな。全然ピンクにならなかったんですけど、もうちょっと増やします。そう、だから気づいたわけ。私は歌も歌うし、動画も作るし、 YouTuber でもあるし、お洋服も作ったりするし、演技もやってみたいと思うし、いろんなことやってみたいけど、だけどその私の大切にしてる世界観を広げるために全部やってるんだって思ったら、なんかいつかね、ディズニーランドみたいな大きな世界を作れたらいいなって思う。ディズニーランドではこういう音楽が流れてるとか、こういうキャラクターがいるとか、こういうメッセージがあるとか、大体みんなって想像できるやん。それぐらい自分の世界も広がればいいなっていう風に思ってます。それをみんなに受け取ってもらえたらいいなと思います。よし、できた。で、
電子レンジで温めます。ちょっと待って大丈夫大事故がありました。今衝突してきました。いたバキュン。よし、できた。よっしゃ、結構いけてるね。結構できてるんやけど、これでいいかな。めっちゃ可愛いピンクになりました。んー、ちょっとまだ柔らかいから回転式レンジにかけます。レッツゴー。グリコをまぶします。こんな感じかな。これで、あちあちち、どうするの。あちあちち、あちち、え、ちょっと待って、柔らかすぎじゃない。これいける。なにこれ、できない。絵文字の心臓。これなに。片栗粉入れたら硬くなる。片栗粉だし、あ、いい感じかも。半分ぐらいにして、あんこをにょにょっと入れて、こうでしょ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 、こうですよね。からの豚さんの顔を作っていく。こうして、絶対失敗やと思ったらできそうかもしれん。からの、こっからですよね。これが豚さんの鼻です。ほんで鼻の穴を開けると、開かへんねんけど鼻がなかなか貫通しません。難しい。まあこれでいいとしまして、ここに口を開けると、ハサミで、あー、ちょっと待って、口ちっちゃいけど可愛い。で、こうでしょ、当てる、こうと、こうで、こう、こうでしょ、こうでしょ。目玉をこことここに、あ、ちょっと待ってよ、え、お、できてるじゃん。たださ、この豚さんのこの顔、ちょっと乾燥肌でもうカピカピ。私なんかこう、ちょっと激おこな豚さんができちゃいました。まだそんな乾燥肌じゃないから、ちょっと本番でやってみよう。あ、でもこれ結構難しいんか。やっぱ乾燥肌にはなっちゃうね、これ。ここをな、こうやってやること時点で乾燥肌になっちゃうね、どうしても。あー、もうおばあちゃんみたいになってきてる。で、鼻の穴、つぼ、あ、つぼ、あ、いいやいいや。で、こう、パセット。ちょっとグロテスクな映像すいません。え、この子めっちゃいいじゃん。うわ、待って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 。これすごいのできた。めちゃくちゃ可愛いね。もうほんまにこれだけ、乾燥肌だけどうにかしたいねんけど、これどうしたらいい。水で濡らしてみる。保湿してみます。乾燥はやっぱりね、時期も時期なんであれなんですけど、何してもちょっとシュワシュワすぎるから、ちょっと保湿してみましょうか。奥様、ちょっとすいません、失礼いたします。この目周りなんかもすごくシワとかができやすいんで、ハリを出してあげる意味でも、こうゆっくりタッピングしてあげてみてくださいね。こう引き伸ばす感じで、下から上にしていただけると若返るかなというふうに思います。あ、あんまり意味なかったですバキュン。できました。ちょっと想像を超える可愛さのものができちゃいました。見てください。え、めっちゃ可愛いし、正直激おこの豚さんの表情がなんか柔らかくなって、むしろ後半に作ったやつより全然前半の方が可愛い。ただこのね、やっぱりこのお肌の乾燥がどうしてもやっぱり、ちょっと一回スノーで撮ってみようかな。シミとかシワを消してたら漏れるかもしれない。可愛いのに、やっぱりスキンケアの大事さを感じます。ではでは、乾燥肌豚ちゃんをいただきます。はい、今日感じたのはスキンケアは大事ということを、白玉アーティストをやめさせていただきます。ありがとうございました。次の動画も見てね。バキュー。コア美味しい。